世界に名高い車の町、愛知県豊田市。その車の町で名鉄バスに乗るっていう人がなくて結局廃止になっちゃったじゃん。市民の足とも言われる路線バスがないというのです。一般の家庭でも一人一台というような車の所有をしておりますのでね、まあそれが原因だと思います。そこには車の町だからこそ抱える悩みがありました。地域の交通手段は地域で育てる、それを合言葉に地域住民が立ち上がりました。財政力指数が平成15年度16年度と全国1位の豊田市。財政力指数とは財政の豊かさを表す指数で、市が標準的な財政運営を行うために必要な経費を市税などの収入でどの程度賄えているかを示したものです。豊田市の財政が豊かな理由は車の町と呼ばれるゆえんにあります。市内には自動車関連製造業が多数存在し、工場の数は393。そこで働く従業員の数は実におよそ76,000人。そして平成16年度の製造品出荷額などは9兆円を超え、全国1位となっているのです。特に市の名前にもなったトヨタ自動車は、本社をはじめ国内に12カ所ある工場のうち7カ所が豊田市内に存在します。これらのことからも豊田市がいかに自動車産業を中心とした都市であるかが分かります。まさに豊田市は車の街なのです。豊田市の南西に位置する前林地区、豊かな水田が広がるこの地域にはおよそ9300世帯2万5000人が暮らしています。平成9年5月、その前林地区である問題が持ち上がりました。豊田市でバス事業を行っていた民間業者が採算の取れない路線を廃止する方針を打ち出したのです。路線バスが廃止になれば、鉄道路線から離れている前林地区は実質的な交通空白地域となってしまいます。そもそも車の町豊田市で路線バスがなぜ赤字なのか、そこには車の町だからこその矛盾があったのです。一般の家庭でも一人一台というような車の所有をしておりますのでね、まあそれが原因だと思います。バスがなくなったのは。自動車産業が盛んな豊田市では住民一人一人がマイカーを持つ傾向があるようです。一般に大人が5人おれば5台あるという家庭が多いんじゃないですかね。市内には自動車関連企業の施設や宿舎が数多く、そこにはたくさんの従業員が住んでいます。しかし多くの企業が従業員専用送迎バスを持っているので、彼らが平日に路線バスを利用することはほとんどないのです。バスを使う必要がなくなったということですよね。もう自家用車で病院も行くし買い物に行くしという形が多かったということで、しかし老齢化が進んできたために、若いのは勤めに出ている、年寄りが家に残っている、病院に行くにしても買い物に行くにしても足がないということですよね。そこでもう一度こう公共バスを走らせないと将来えらいことになるんじゃないかというのが走らせる一つの原因になったわけです。地域住民が主体となり運営するバスの実現に向け、住民が行政と話し合いを始めました。度重なる協議の結果、豊田市は前林地区での地域バス運行支援を決定したのです。平成12年8月、触れ合い語り合いのできるバスを目指して地域のバス運営組織触れ合いバス運営協議会が設立され、市内の交通事業者の組織
豊田市生活交通運行事業者協会と市の3社の運行協定により、全国でも珍しい地域主体のバスが実現することになったのです。市は不足分について補助をする、それから運行業者は安全運転を心がけてほしい、それから地元ではできるだけ多くの人たちが乗るように PR をしてほしいという、あの三者の分担をまあまあ暗黙のうちに決めたわけなんです。路線は各地区の要望を考慮しながら決定し、停留所は住民の手によって建てられました。そして1ヶ月間の試験走行を実施した後、平成12年10月1日、ふれあいバスと名付けられた地域バスがついに運行を開始したのです。バスの車両とドライバーは民間の交通事業者3社の協力を得ました。これまで前林地区で路線バスを運行していた名鉄バスも参加しています。ここは高岡公園バス停です。3社のバスが一堂に集まるふれあいバスのターミナルとなっています。この手に持たれてるものは何ですか？これ乗り継ぎカードです。どういう時に使うんですか？今度乗る時に、乗って降りる時に、これお金の代わりに。じゃあ初め200円払ったらもうそのままで行ける？はい。バスを乗り継ぐ場合、乗客はドライバーから乗り継ぎ券を受け取り、自分の目的地行きのバスに乗り換えます。ふれあいバスの路線は細い田舎道を走るコースも設けられています。あの普通 の、 あの行動にバスを止めますと、あの朝晩ラッシュの時に迷惑かかるんですよね。ですから、あの一般の車両に迷惑をかけないように、こういうあの狭い、昔で言うと田んぼ道なんですよね。で、田んぼ道を通ってできるだけこうブラックブラックを接続するように工夫しましたので。乗車料金は200円、料金箱がお菓子の箱を利用したなんとものどかなバスもあります。定期券も販売しています。いいの？はいはい、今いいの？今よろしいですよ。はい、じゃあどうもありがとうございます。よかった。お母さん、何買ったんですか？これはね、回数券。ふれあいバスがなかったら、まあ全然だからね、まあ、うちの家族の車をね、当てるするより仕方がないけど、なかなか何台あっても、そうね、みんな都合よく勤めに行ってるし ね、このバスが1台、1時間に1本通っておるだけでね、年寄りも助かってます。ふれあいバス運営協議会は、11自治区の区長を中心としたメンバーで構成され、あらゆる職業の住民が、年代を超え前林地区の将来の交通について話し合っているのです。定期的に開かれる会議には豊田市の交通政策課も参加し、意見を交換しています。できるだけ住民が主体的に動いて市の負担を減らしていくという、代わりに自分たちが一番利用しやすい形態というのか、路線形態だとか、そういうものを考えていけるという、そういうメリットもあるもんだから。ふれあいバス運営協議会では運行に関する住民アンケートを行ったり、少しでも多くの人にふれあいバスを親しんでもらうためのふれあいバス絵画写真コンテストを開催するなど、さまざまな取り組みが行われています。ふれあいバスの運行には月々およそ450万円の経費がかかり、現在はその 60% を豊田市が補足しています。行政の補助を少しでも減少させるためには、住民のさらなるふれあいバス利用が不可欠なのです。やっぱこういったバスってのはやっぱり住民にとっては必要なものですかね？それはとても必要だと思いますね。特に、まあ高齢化になってくると、そういう人たちが割に利用すると思いますよ。週3回ぐらい。それはどこに行くのに？
名古屋へ出かけるんですよ、お稽古に行くのに。何のお稽古されてるんですか？書道と篆刻です。あ、名古屋に行くにはこのバスに乗ってどこに出るんですか？知立まで高岡で乗り換えて。じゃあやっぱりこれがないと不便ですかね。そうですね。目的としてどういったことですか？よく使われてるんですか？毎日病院です。そうですか。もしこのバスがなかったらどうしてますかね？さあ、よくわからないけどね。自転車で出るから赤林まで出るかね、くらいしかないですね。なるほどね。誰かに乗せてってもらうか。じゃあやっぱりこのバスができてよかったですか？よかったです。このふれあいバスがあることで助かってますか？助かってます。これはもちろん。ええ、助かってますよ。ふれあいバス利用者の多くが常連客で、顔なじみになっているようです。掘り回すとか言わなくても、大体分かってるから。言わないときは、掘りますかって聞きますけどね。ドライバーは、馴染みの客がいつも通りに乗車してこないと心配になり、次に乗車してきた時には声をかけるそうです。最近どうしましたってね。もうほとんどが寒いから出てこないですね。昼間の利用者は高齢者が圧倒的に多いのですが、朝と夕方には通学や通勤の乗客でいっぱいになります。地域住民が主体となり運行したふれあいバス、今利用者が徐々にですが増え続けているのです。ふれあいバス運営協議会は情熱と行動が認められ、平成17年度地域づくり総務大臣表彰地域振興部門を受賞しました。これまでふれあいバスをバックアップしてきた豊田市は、ふれあいバスの成果を足がかりに今後の豊田市全体の交通の在り方について検討を始めています。次の段階というのは、この地域全般の公共交通をどういうふうにしていったらいいのという、基本計画を今最終段階でまとめてきております。でそこで大体骨子がもう固まってきてますので、それに向かってですね、いっぺんにそれを作るというのはなかなか難しいものですから、そういう軸の部分からですね、順番に、今ないようなところを接続して、そういうネットワークをまずきちっと作っていこうということをもう来年度から段階的にやっていきたいなと。でそれだけじゃなくって、一方その地域は地域の中で実際に生活という場面がありますので、その中で、地域バスという名前をつけてますが、そういうものも並行してですね、地域の方々と一緒にそういう熟度が高まって、そういう運行のプランがまとまったところから順番にやっていこう。で最終的には、5年ぐらいをめどにですね、全体のネットワークがきちっと作れたらいいのかなというふうに思っているんですよね。住民の熱意によって誕生したふれあいバス。ふれあいバスは住民の笑顔と真心を今日も運んでいます。